じゃじゃん、ファーウェイメディアパッド X は 7.0、 そして同じくファーウェイトークバンド B1、 この2製品をね1週間ほどお借りして使っておりました。今日はそのレビューをしたいと思います。まずはねトークバンド B1 の方からですね。トークバンド B1 ね、柔らかなラバー製のリストバンドになっておりまして、腕に巻いて使うと。腕時計型ですから腕時計としての機能はありますけどもね。こちら Bluetooth のマークがありますね。 Bluetooth 連携するんです。専用のスマホアプリとデータを連携しますと、万歩計、何歩歩いただとかね、何時間睡眠しただとか、運動、何キロカロリー使っただとかね、そういった健康管理みたいなね、データが出てきます。今回、ファーウェイの端末をお借りしておりますけども、ファーウェイに限らず、Android、iOS のアプリで連携できます。スマホと同期してなくてもね、ある程度はトークバンド本体の方でデータを見ることができます。トークバンド B1 は、シャワーも OK。でもそういったことだけじゃない、大変男の子の好きそうなギミックがあります。 iPhone が今ブルブル震えております。これ電話かかってきたんですね。はい、電話かかってきました。このトークバンドもブルブル揺れております。ではここのボタンをポチッと押すと、はい、これ外れます、外れます。外して電話に出ることができるんですね。はい、もしもし？見える？これかっこよくない？このヘッドセット。カチャッと腕に埋め込めるわけですよ。必要な時にポチッと押して耳につける。ポチッ。このギミックたまんないよね。これね。もう一回いくよ。たまんないこれね。デジタルガジェットっつうのはこうじゃないとね、近未来を感じさせてくれるアイテムじゃないと。ただいまの電話のデモは iPhone で行いましたけどもね、 Android、 そしてもちろんファーウェイの端末でもこのトークバンド使えます。ていうかメディアパッド X1 7.0、 7.0 って何？こちらにこの端末のチラシがあるんですけども、7インチファブレット。僕最初このお話いただいた時にね、タブレットのレビューだって伺ってたんですけども、実際にねファーウェイさん伺ってみたら、ファブレットだという。これはファブレットだと。ファブレットとはつまり、スマートフォンのタブレット寄りの大きさのものだよ。だからスマートフォンなんだよ。7インチのスマートフォンなんだよ。いや、まあこれ、電話できなくもないけどさ。こちらにございますのが同じくファーウェイのアセンドメイト7というね、6インチのファブレットですけども、6インチと7インチでこんなに大きさが違うんだよ。僕は6インチでも相当大きいと思うんだけどね。6インチでも相当大きいと思いますでしょ？いやー、電話、携帯電話は7インチの時代か。まあでもね、ファーウェイの製品、アセンドメイト7もそうだったけども、このメディアパッド X は 7.0 も、持ちやすい。でかいけど持ちやすい。普段手に持って使うものだから滑り落としにくい。これは大切。やっぱりね。で、僕はこれまでもね、6インチ、5.5 インチとかのファブレット使ってきましたけども、ファブレットがタブレットの代わりになるかっていうと、ある意味ではなるけど、ある意味ではならない。そこに登場したのがこれですよ。7インチ。7インチといえばタブレットと同じですよ。7インチタブレットいっぱいあるでしょ？ 7 インチタブレットと同じ。ファブレットです。スマートフォンです。まあ、そうなるとですね、これまで7インチタブレットでやってきたようなクリエイティブワーク、例えばこれね、大輔さんの大好きなビデオ編集アプリですけどね、こういったものが難なく使えてしまう。まあ、そして音楽ですよね。打ち込みなんかも簡単にできてしまいます。この画面サイズであれば、打ち込みしようかなっていう気にはなりますよね。いいでしょう。ね。まあ、スタイラスペンは付属してませんけどもね、7インチともなるとね、やっぱりこういうペイントソフトがね、すごく楽しくなるね。流行りのゲーム、イングレスだって7インチの大画面で楽しめてしまいます。画面サイズが大きい分ね、文字、フォントサイズも大きく表示できます。だけではなくて、シンプルな表示を選ぶことによって、お年寄りにさらに使いやすいインターフェースに、ほら。これ分かりやすいでしょ？電話とかね、メッセージ、カメラとかね、こんなでかい、読みやすい感じでね、並べてくれるわけですね。まあ、Android というよりはね、別の OS っぽいんですけどもね、タイル表示にできます。カメラの方にはね、いくつかエフェクトがあるんですけども、僕が気に入ったのは、ロモ、暖色と、ロモ、寒色ですね。ロモといえばね、ロシアの、トイカメラの王者でございますけどもね、ロモのエフェクトで撮影してみましたけどもね、この周辺光量、四隅のね、光量低下がね、またいい味出てますね、これね。完全に別売りになりますけども、ホストケーブル、USB ホストケーブルというものを使えば、端末の下の部分にある USB 端子にバスッと挿して、これを例えばね、iPhone なんかにプスッと挿しますと、
充電が始まるんです。ほーら、これ他のスマホにね充電できちゃうんですよ。メディアパッド X1 7.0、 これねバッテリー容量が 5000mAh ということでね、他のスマホに電源供給ができちゃう。これ自体が、本体がモバイルバッテリーの役割までしてしまうと。先ほどのトークバンドですけどもね、このバンドのところペロリッとするとここに USB 端子がありまして、この USB 端子をガチャッとこんな風にケーブルで繋いでやればメディアパッド X1 7.0 からちゃんと充電されております。面白いですね。いや、今回とっても面白かったですね。ファーウェイのメディアパッド X1 7.0 と、そしてトークバンド B1 でございました。